偉人の食生活10選を紹介していきます。1. アルベルト・アインシュタイン。彼はベジタリアンで肉を一切摂取しなかった。健康を重視し、植物性の食事を好んでました。2. レオナルド・ダ・ヴィンチ。食生活でも独自の思考を持っていました。好物は魚であり、特に焼いた魚を好んでいた。3. マハトマ・ガンディ。食生活も独特でした。果物や野菜を中心とした食事をとり、肉や魚を避けることが多かった。4. スティーブ・ジョブズ。彼の食生活も変わっていました。フルーツやナッツなどを摂取し、健康の維持に努めました。5. アドルフ・ヒトラー。肉や魚を好んで摂取しました。彼の食生活は彼の独裁的な性格と関連づけられることもあります。6. ウィンストン・チャーチル。食べ物に関して贅沢な思考がありました。ステーキ、ローストビーフなどを好み、食事を楽しむことを大切にしていました。7. マリー・アントワネット。フランス料理の極致を堪能し、ショコラやクリームを使った華やかなデザートにも舌鼓を打っていました。8. 聖フランシスコ・ザビエル。食事は非常に質素で、主に米や豆腐、野菜を摂取していました。9. クレオパトラ。エジプト料理を愛し、スイーツや香辛料を含んだ豪華な料理を楽しんでいました。10. エリザベス女王。伝統的なイギリス料理を愛しています。ローストビーフ、フィッシュ&チップス、シェパーズパイなど、英国料理を堪能しています。